はい、皆さんこんにちは、たくまです。今回の動画はちょっとね、あまり触れてなかったことにね、今回はちょっと触れていこうかなと、午前の動画は、思いましてですね、何を喋ろうかと言いますと、タイヤウォーマーのその温度とかけ方とか、グリップ剤のその放置時間っていうのをね、まあ、今回どういった形でいつも考えているのかとか、だから僕なりに、ちょっと今日は解説というか、使い分け方などちょっと説明していきたいと思います。まずやっぱウォーマーから話していきますね。タイヤウォーマーっていうのは、まあ、タイヤをね、温める、まあ、道具じゃないですか。当てすぎるとどうなるかとか、当てすぎなかったらどうなるのかとか、いろいろありますけども、やっぱ温度とその相談するんですよ。やっぱりタイヤにつけてウォーマーを、で温度がね、もし60度の場合は、何分とかね、いろいろ使い分け方ありますけど、まあ僕は基本がアスファルトで寒い時は60度とかでやって、60度から65度までは行くかもしれないですけど、まあそこら辺でやります。そこら辺で多分3分ぐらいはかけるんですね。で、ハイグリップアスファルトサーキット、まあ僕の中でのハイグリップは、ラジコン天国名古屋さんなので、まあ僕は50度とかでやっております。50度45度ぐらいで、2分ぐらいかけてます。で、カーペットコースなんかは5分ぐらい僕はかけちゃったりとかしてます。で、このかけ方もいろいろ種類があって、タイヤを、キムワイプね、キムワイプと一緒に巻いてグリップ剤つけるコースだったら一緒に蒸してあげるとか、キムワイプを入れてあげて、蒸す方法とか、まあそのまま直付けとかいろいろありますけど、まあ基本僕は蒸さないですね。で、蒸すとなんか僕はちょっと不安定になって難しいっていうのも若干あって、一世は、蒸すの大好きなんですけど、僕はあんまりなんですよね。まあ人それぞれやっぱり好みっていうのは違ってくるんですけど、まあ僕はね、普通に直付けって感じでやっております。まあね、ここでですよ、ローグリップアスファルトコース、グリップ剤使うところっていうのは、もう僕は60から65で、まあ最悪70はいかないかもしれないですけど、まあ僕は65、60でやってて、一番やっぱ難しいのってハイグリップサーキットなんですよ。ハイグリップサーキットでの、タイヤウォーマーの使い方、まあズバリと言っちゃうんですけど、本当にハイグリップサーキットは、かける時間も短くていいし、温度も低くていいと思っております。僕なんかもう高くて55度で、もう普段使いの温度がもう47とか8とか間を取ってます。45と50の間を取ってやったりとかしております。で、ウォーマーかける時間も短くなるべくしております。2分ぐらいとか3分。長くて3分、短くて1分って感じです。ここでハイグリップアスファルトサーキットさんでのお話になっちゃうんですけど、長くかけすぎるとどうなるかっていう、まあ説明しますとですね、まあ長くかければかけるほど、やっぱ前に車は出るんです。やっぱり。やっぱ、だからアクセル握り始めでもドーンって出ちゃうっていうぐらい、すごいパワーが上がったんかなってぐらい変わるんですよ。でもかけすぎることによってタイヤがすぐに熱だれするっていうのもデメリットだし、前に出るだけで横には全然かかってくんないっていうのもあります。だから曲がんないってやつですね。グリップしすぎて、でそういうのを抑えたいがためにウォーマーの時間っていうのは短くするんです。だからかけすぎ厳禁ということで、1分半から2分っていうのが僕は基本のハイグリップサーキットのウォーマーのかけ時間でございます。カーペットに関しては全然もうかけてあげていいと思います。バンバン前にやっぱ出ないとカーペットは話にならないので、でもかけすぎると次失速にもなるので、そこはご注意を。でグリップ剤の塗り方ですよね。タイヤのその幅ですよね。これタイヤなんですけど、どこまで塗るのって話ですよね。あ、僕はまあここのそのタイヤのね、丸い部分にはなんか塗らないようにしてて、この面だけにいつも塗るようにします。全体に。で面に全体塗ったら、僕はね、まあまたサーキット別で言うと、まあところどころアスファルトサーキットは変わっちゃうんですけども、グリップ剤塗って3分から4分放置が多いです。でそこで完全に拭き取る。拭き取らないとこもあります、すごいローグリップのところは。でも最近はなんか禁止されてるとこが多いので、あんまりやらないですね。そのベタベタのままで走行するのも。でカーペットだと、まあ僕は矢田部さんとかK スタジアムさんとかしかグリップ剤使ったことないんですけど、まあグリップ剤長めに放置してました。5分ぐらいでやってましたね。めっちゃやってました。長い時はもう15分とかもうベタベタのままでずっとやってましたね。塗り足して塗り足してって感じで、矢田部さんはやってました。塗りたくってましたね。でアスファルトサーキットだとグリップ剤塗るのは短くていいんですよ。またグリップ剤はね、置きすぎると次また曲がんなくなっちゃうので、そこだけご注意って感じで。
まああとはね、もう各サーキットやっぱね、常連さんに一番聞くのがいいと思います。一番練習してる方に何度で使ってますか、何度でやってますかって僕も普段聞きます。本当に聞いて、そっからちょっと自分好みに設定していくとか、そういう感じですね。あと普段教えてくださってる皆さん、本当ありがとうございます。お世話になっております。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあこんな感じでね、ちょっとね、まあ普段触れないところに触れてみたんですけども、まあ結局はやっぱりですね、自分で一番何度も何度もパターンを試すのがね、一番良いかと思われます。まあこういうのは僕のただの参考程度にしかならなくて、その日の路面状況やコンディション、まあ天気とかによっても変わってくるので、皆さんくれぐれもこれは、参考程度によろしくお願いいたします。というわけでね、ぜひぜひ、この動画がいいと思ったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。すいません、最後ちょっとテンション上がっちゃって、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。